ったりもしながらの10回だったら確かにねもうそんなかっていう気持ちがやっぱりメンバー入れ替わりですからね、うん、もう10年いややってないやってない数ヶ月だから、はい、僕はまだね4回目なんで、あ、そうなんや、うん、ね、6回目なんで、ね、6回目から、はい、はい、あれ髪切った、あ、もう本当だそうなんですよ、髪切っちゃいました切っちゃいました、はい、さっぱりしたな、先週ね、あの宣言してたんで、あ、そういうことか、はい、うん、思ったよりもね、短くてなんかちょっと鶏のトサカのような感じでね違いますよ、じゃあ赤くしようぜ、いやいやいや、ダメですよ、まあとでアップになった時に皆さんには見ていただきたいんですけれども、はいはい、さあ本日はですね、はい、10回ということでこのメンバーでお送りしていきます、はい、では自己紹介行ってみよう、はい、ニハオ、夏でも絶対冷房入れないショウマリです。よろしくお願いします。なんでですか、なんで冷房の風が嫌いなんですよ。確かに長時間冷房の効いてる部屋にいるとすごい体がだるくなっちゃって、だから自分の部屋は家族は今つけてても自分はつけない。安上がり扇風機とかですか、扇風機もつけない、安上がり安上がり、さあゴー、はい、西山、はい、どうも、これからバイクを直しに行こうと思っています、西園孝之です。はい、壊れたバイク、はい、壊れた、バイク乗ってんの、ほんと当然じゃないですか、僕バイク乗るんですよ、あれ今日乗ってこなかった、あれ壊れてる、壊れてる、だからあれだな、あれを終わったらすぐにバイクに行くということで、なるほど、頑張って直しに行ってください。そして、よし、次モンマヨです。やっと髪切ったんですけど、なんか例のトサカと言われてるね、ベッカムヘアね、そう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 、そうベッカムヘアです、よろしくお願いします。ニワトリのモノマネとかしといた方がいいんじゃないの、やだよ、そのニワトリ推し、うん、やだやだね、こういうノリの悪いね、はい、では行きまーす、はい、本日はメガネでお送りしまーす、ユーサラでございます、よろしくお願いしまーす。今日メガネ率高えな、マジだ、ほんとだ、目が悪いわけじゃなくてのね、いや、あのですね、このメガネにちょっと理由がありまして、私ですね、ちょっと頑張りすぎる癖がありまして、あのメガネでちょっと封印してみようと思ってメガネをかけてこの前芝居をしたらうまくいったっていう、あ、なるほどなんだそれとマネージャーに言われましたけれども、あれ、翔さんは目悪くないですか、目いいです、あ、いいな、羨ましいな、なんかね、健康的だもんね、すごく、あざっす羨ましいよな、目いいやつ、まあ、このアイマーでお送りしていきます、はい、ちょっとしばらくお仕事の方がですね、はい、忙しいみたいで、うん、副座長だからね、まあ、副座長って劇団縁結びのね、副座長やってますので、うん、しばらくお休みということで、頑張れよ、寂しいですね、頑張れよ、頑張れよ、頑張れよ、さあ、そしてあのエリカなんですが、ちょっとなんか、はい、どこか旅に出たという、はい、自分探しの旅に出たから、ちょっとね、書き置き、書き置き、大丈夫ですか、書き置きだった、しばらく触れない方がいいかもしれないね、戻ってきたらね、温かい目でね、いやいや、意味深になってちょっと出かけてるだけです、よろしくお願いします、はい、さあ、では、行ってみましょう、本日のありがとう、今日は、イエイ、はい、誰だ、誰だ、おお、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 はい、メガネのサラピカでございます、サラピカ、ありがとうございます、ですね、私、最近ですね、一見明るく見られると思うんですけど、結構ネクラな部分もありまして、はい、で、最近私ってなんてつまんない女なんだろうと思って、なんてトーク力がない人間なんだっていうのでダダへこみをしてまして、もうなんか家でっていう感じだったんですけど長い、あの感じだったんですけど、ある本をですね読みまして、こちらじゃじゃーん、見えますかね、クルム伊達公子さんの進化する強さという本でございます。あの皆さんはご存知だと思うんですけども、テニスのね、すごいテニスプレーヤーで、日本の女子ではですね、まだ伊達さんの、あの戦績を抜い、誰も抜いてないんですけれども、まあグランドスラムベスト4以上を取ってる女性なんですけども、あの彼女ですね、26歳で1回引退をしまして、結婚、あ、1回引退して、はい、で、まあ休んでたんですけど、なんとですね37歳かな、はい、で再活、再復活復活したっていう、再挑戦で今現役でかなり活躍されてるっていうすごい選手なんですけども、まあこの本を読んでですね、私もテニス12年をやってましたので、本当にテニスって自分との戦いなんだなっていうのを、あの改めて思い出
させていただきまして、すごく感謝しましたという本でございました。もうぐったぐたですが、はい、伊達さん私進化します。伊達さんありがとう。以上です。はい、ありがとうございます。はい、なんかうまく説明できなかったからトーク力がないんです私ね。まあ、頑張っていきたいと思います。頑張っていきましょう。その本で頑張りたい、ね、頑張りたいと思います。はい、さあそれではですね、今週も行ってみよう。はい、行きましょう。ありがとうロードプロジェクトスタート。はい、一旦 CM です。はい、というわけで僕がやりたいのは、法則クイズというものを法則クイズ、はい、やってみたいと思います。何何というわけで例題です、はい、はい、ここにですね R と Y と B と3文字のローマ字があります。これは英語の頭文字ですね。ちなみに これ R がレッド、 Y がイエロー、 B がブルー、はい、これ赤黄色、青となってるわけですね。おー、はい、おー、でですね、これここまではいいんですけど、うん、そのこの赤と黄色と青のこの法則なんでしょうということですよね。要はこの3つの色なんですかっていうことです。はい、というわけで、はい、門幕、はい、門読、はい、門幕、はい、はい、はい、答えを。赤、うん、イエロー、うん、赤、黄色、青ときたら、うん、これはもう、うん、かき氷しかないじゃないですか。そうそういうことだよね。というわけで、はい、稲尾さん。おい、違うんすか。マリさん、マリさん。だって緑あるもんね、かき氷は。そうだよ。そうだ、何だってあるんだよ。何だってあるんだよ。3個しかないから。なるほど。ってことは、はい、信号。はい、正解。なるほどね。という問題を、という問題をやっていきたいと思います。はい。ちなみにこれは早手上げなんで、はい、はい、じゃあ行きます。じゃあ1問、はい、でんお、でれん、早速、はい、なんだろう、はい、これですね、はい、 S S M T SM W T F S と、はい、これ何ですか、多いな、はい、これ答えてください。この矢印に意味はありますか。はい、この矢印にはこの順番っていう意味があります。順番ですか。だから S の後は M、 M の後は T、 T の後は W とで、ということですね。はい、はい、分かんなかったらヒント出して、あ、ヒント欲しいよって言ったらあげちゃうよ。はい、はい、何ですか。その頭文字は英語ですか日本語ですか。いい質問、はい、俺はね、英語です。英語ですか。はい、英語か。S、M、T、W、はい、T、F、S、はい、いきなりコードだな。コードじゃないですよ。あ、ヒント、じゃあもうみんなが難しい、難しいっていう、はいはいはい、ヒント、これ、2、4、6、7、7個です。7個、はい、あ、お、なんだ、はい、はい、なんだ、虹、はい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 、虹T、
聞きました奥さん、虹ですっけ虹どうですか7って聞いただけで何のかしら他にも7個っていう法則に基づいたアイスがあるんです。7個はい掴もうね違うか掴みましょうね、はい、分かりますヒントはいはい、これがここまで来たらまた戻ります。戻る、はい、えその S と最後の S 一緒ってこと？違います。違うけどここに来たら次はこれ永遠これです。ループですね。ループです。こうなって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 くる、はい、はいはいはい、なんだい、はい、これね、ちなみにね、はい、僕はね、あの昔これが好きだった。好きだった。ここ初めが好きだったってこと。初めが好きだ。初めっていうよりもこのこれが好きだった。はい、なんだろう。ここはもう地獄だと思いました。地獄。はい、この5は地獄だった。はい。わかんねえ。ここはね、ちょっと嬉しい。全くわかんない。はい。はい。第二ヒントください。第二ヒントですか。例えばどういうヒントが欲しいです？何系。そうですね、これはですね、日常です。日常はい、日常。あー、分かった。はい、はい、はい、翔さん曜日。あー、はい、ピンポーン。よっしゃー、はい、なるほど。分かりました。これね、サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サースデー、フライデー、サタデーと。はい、こういうことです。おめでとうございます。そういうことか。こういうことだよ、ワトソン君。あー、じゃあなかなか分かんなかった。あー、いやはい、じゃあ第2問。はい、じゃらん。はい、 I なんだこれは。 N S Y G R N H。 はい、これなんでしょう。なんだこの点々点は。8個。あ、ループするってことだね。いや、これはループでは延々と続くってことですか。はい、これはループでもありません。延々と続くってことです。あー、なるほどね。はい、同じものが延々と続くじゃない。これの後にも続くけど書くのがめんどくさいっていう。あー、はい、なんだろうな。はい、はい、元素記号と言いますと。なんかあったじゃん、水平リーベ僕の、うん、ね、あけど、水でもないし。すいません、ちょっと老後えなって。ただ、けど、考え方はそういう感じ。うん、マジか。はい、で、ヒントとしては、これ、はい、さっきもまんまくんが言ってくれましたが、これがローマ字か英語かっていう。これはね、ローマ字です。ローマ字引っ掛けです。引っ掛け。はい、引っ掛けなの。本当は英語なんだけど、僕はあえて引っ掛けてローマ字にした。和製英語ってことか。はい、そういうことです。はい、なんでしょう。なんだろうな。いや、簡単だよ。簡単ですか。うん、インはい、いっぱいあるんだよ、これ。なんだろうな。え、いや、全く思いつかない。何系ですか。何系。まあ、何系って言われたらね、もうね、数って言ったらいいのかな。数え、なんだろうな。あ、はい、なんでしょう。わかりました。あ、じゃあ、門馬くんがちょっと早かったかな。そうでしょ。はい、これ、あれでしょ。1、2、3、4、5、6、7。はい、次の数字ですよ。はい、そうです。なんか英語じゃないじゃん。どこに言ったじゃん、英語。あの、ローマ字です。和製英語って言ったことか。そういうことです。でも、分かった瞬間にさ、うん、同時だけどさ、ちょっとなんか、あれじゃない。何がさ、みんなの方が有利じゃんな感じにしてない。うん、全然そんなことないですよね。全然。はい、というわけでこれね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8と。はい、そういうことだね。なんだろうね、この答えが分かるとなんだよ。それがね、このね、クイズのね、楽しいところなんですよ。次、はい、じゃあ行きます。はい、はい、じゃれん。あ、これ分かんねえな。 D-N-S-J-S。 はい、どうでしょうか。あ、矢印なくなった。はい、っていうことは矢印は関係ありません。 D-N-S-J-S。 ちなみに順番はどれでもいいですっていうことです。5個ですよ。はい、5個。ドーナツ。うん、はい。なんでもないです。ドーナツ。ドーナツ。あ、それ、あのそういう読み方ですよね。D だけで。はい、はい、なんでしょうか。 J か。 J、 じ
はいはい。ヒントも言っていくよ。ずつ。どういうのが、どういうの欲しいかな、ヒント。そうだなぁ。なんだろう。矢印がないってことは、はい、順番がどうでもいいから、例えば S が前でも大丈夫。はい、大丈夫ですと。なんだ5個、ほんと5個、5個あるもの。はい。ここあるもの。5個。さあ、これ。手じゃねえな。ちなみにヒント、はい、みんな知ってます。みんな知ってるんですか。みんな知ってます。もう知らないやつここにいるわけがないと。あ、いや、知らないよ。おいおいと。知らなかったらどうしよう。これは日本語。これはね、そうだね、ローマ字の方だね。ローマ字。ローマ字。うん、だ、英語ではありません。ダジズデド。そういうことだね。なるほどね、はい、頭文字がこれだとダジズデドになる。はいはい、わかりますか。なんだ、はいはい、ドナルド。それ D だけ。まあけどそういう考えもあるだよね。ドナルドかもしんないし、M がないからな、あのネズミがいねえっていう考えもあるかもしんない。はい、ヒントです。はい、ヒント。はい、5人です。あ、5人。なんか分かってきた。なんだ、ちょっと待ってよ。みんな知ってる。みんな知ってる5人ですっていう感じ。ちょっと待って、分かった。ちょっと待って、分かりそうなんだけど。みんな知ってる。みんな知ってる5人です。まず知らないやつはいないよと。あれ、ちょっと待って、あのね、ジャニーズのグループでしょ。それはもう、なんか、それはもうちょっと、おふらくです。はい、はい、嵐。はい、はい。ニノ。はい。ショウ・ジュン。うん。あー、わかんない。ない。はい、じゃあ違いますということです。誰もが知ってるのは絶対なんか有名人なんだよ。みんな知ってます。5人。5人。ヒント。はいはい。この D だね、一番。 D？ この D が一番有名です。 D が有名。はい。ん？ D が有名か。そうだお。なんだろうな。そうだお。D だよ。ダ、ダ、ジ、ズ、デ、ド。西矢、ほうね、私たち見えてないからね、紙で。見せないからね。君らが答えるまでは見せないっていう、そういうことになっちゃうからね。正解しないと映れないパターン。もうそんな甘、そんな甘っちょろいことでね、この世の中やっていけると思ったら大違いだよ。確かにね。ちくしょう。はい、というわけで。全然わからなかった。 D だよ。 D。 なかなかみんなわからないな。はい、はい、ヒントください。ヒントですか。例えばどういうヒントが欲しいです。人。何系ですか。何系。人でしょだって。人です。人って言っても、人って言ってもあれだよ、なんか人って言ってもキャラかもしんないし、人物かもしんないしっていう。キャラかもしんないし。 D。 さあ、もうそろそろ分かってきたんじゃないかな。今のはいいヒントだったな。今のはいいヒントだったな。ダメだ、ギブアップ。いや、ギブアップは許しませんよ。じゃあヒント。じゃあもう仕方ないな。もう大ヒント、はい、この S、 S もうね、僕の劇団とね、君らのね、あの事務所はね、大いに関わってる。ん？あ、分かった。はい、ドラえもん。はい、ピンポン。はい、ピンポン。なるほど。なるほど。はい、ね、ドラえもん、のび太、しずかちゃん、ジャイアン、スネオと。だから D が頑張ってんだな。そうだよ。そんなことやったら N も頑張ってるじゃん、一番。いやけど、あの D が一番だって言う。まあ主役、タイトルにも。タイトルになってるってことを言いたかった。お、2点。よし、2点。さすがだね。もう。ちょっと長くない次の。すごいのが見えるんだけど。仕方ないね。じゃあ次。はい。第4問だっけ。なんだこれ。はい。4問。O O F K S O T S I Y M U。 はい、何でしょう。お、多くないですか。多いね。多いよ。私先週からクイズ答えられる気がつながってるって。はい、あなたはいいこと言いました。つながってるんだ。はい、つながってます。はい、どういうのが。おう、おう、足がはい、なんだろうな。さあ、なんでしょうこれは。はい、ヒントとかいる。いらないよね。いります。なんだ、いる。仕方ないな。ヒント。はい
はい、これもループです。ループですか？それは大体わかるんだよ、もう。はい、これはループ。はい、U の後は O。U の後が O。まあ U、そうだね。U まで来ました。じゃあ O に行きます。はい。12個だね。12個といえば。ほら、12個といえば。O1 月、O2 月。めちゃくちゃまあけどなんか考え方はそういう感じでいいんだ。さっきからさ余計なこと言ってヒント出してるよねみんなに。まあそれはでそれで分かってもらわないとね。分かっちゃう。今回は英語ですか？あ、違います、ローマ字です。ローマ字ですか？はい。はい、O だよ。 OOFKSOTSIYMU12 個。おお、12個のやつを考えればいいんだよ。だから英語言った？あ、ローマ字。あ、ローマ字。はい、12個でしょう。はい、12個です。はいはい、よくわかんないけど、はい、干支だとこれは何でしょうね。王って何でしょうね、干支の一番最初。12個ないんだもん。他にあるじゃないか。他にあるじゃないか。 他にあるじゃん。ほい、他なんかほらよ、12個のね、ほら12個ダース。ダース。あー、そうだね、うん、しい。ヒント、ヒントください。はい、了解、ヒントね。うわなんで顔が出るの。なになに、空を見上げてる。あ、ほい、なんだ。えっとね、あれ、はい、待って、なんだ。星というと何、なんとか地球、なんとかドッテン冥界みたいなやつ。ああ、水金地下木ドッテン界面みたいな。そう、違うじゃん、12個ないよ。水金地下木ドッテン界。ああ、ちょっと待って、ね、空を、うん、空見上げたんだよ、僕は。ああ、空が綺麗だな。ああ、けど夜だな、これは。夜だな、うん、はい、はい、星座。お、というと、天秤座とかなんとか座とか。はい、ピンポーン。私なんかそうかなって思ったんだけど、なんか一番最初1月じゃないでしょ。あ、いや、これね、いくよ。おひつじ座、おうし座、双子座、カニ座、サソリじゃない、カニ座、S だからなんだったっけ、カニ、あ、獅子座だ、獅子座、乙女座、天秤座、サソリ座、伊手座、ヤギ座、水亀座、魚座と。こういう、あ、魚座じゃ、魚座、うん。こういう順番なんだよ、ね。なんか自分が天秤座で10月だから、最後から、そう 3番目くらいのはずって思って見てたから、星座じゃないかなって思いながら見てたんだけど。順番はこれが正しい。そうなんだ。おひつじ座からが正しい。なるほど。はい。はい。お、わかるね。3番。ちょうどのなんか頭いいキャラになってたでしょ。じゃあ、違うんです。そんなことないのにな。それはじゃあ、これでラスト1個やっていいですか？これワンチャンあります？ワンチャンありますか？じゃあ、すぐ答えられた人は、すぐ答えられたら3で、ヒントを出していくにつれて下がっていく。ああ、じゃあ3点ね。3点。あ、3点。じゃあ逆転が、10点。じゃあ10点な。10点。分かった、じゃあ、はい。よし、頑張る。はい、最後の問題。はい。はい、ESSNMKY。はい、どうですか？ ESS… 空気読めない。KY、1,2,3,4,5,6,7、また7つですね。7だね。7つ。はい、ちなみにもう、じゃあもう、じゃんじゃん行きたいと思うんで、ヒントとしては人物です。またあれだ、アニメのキャラとか。アニメのキャラクターではありません、人物です。人物です。じゃあ、あれだ、アイドルとか。はい、国家、アイドルでもないです、人物です。はい、後々アイドルになっていくんじゃないかなっていう人もいるのかなっていう人物。5ね、5ポイントです、今。ヒント与えすぎちゃったんで。ずいぶん減ったね。はい。半分まで下がりましたよ、これ。さあ、人物です。はい。はい、ちなみに、順番はどうでもいいっていうか感じ？順番はどうでもいい。まあ、順番、人物って分かってるんで、2、4、6、7人、7人です。分かった！お、なんだ？ロープロメンバー。ロービンバー！よっしゃー！エリカ、ショ、サラ、西園と。それさ、第1問目に思ったんだよね、もしかして。熊口、
はい、ヨッシーさんというわけで、はい、なんだということで、はい、栄えある第1位はショウマリさんです。やったー、はい、第1位、はい、じゃあショウさん前に立ってもらって、はい、何でしょう、はい、皆さん拍手、はい、当然じゃん。拍手ほど嬉しいプレゼントはないよ。はい。というわけで、法則クイズ終わらせていただきます。ありがとうございました。いやー、面白いけどなんか悔しいね。なんかなー。なんだよ、もうあんのちょっとね、もうさっとやればいい。いやー、悔しいね。なんだかんだでね、最後ロープロメンバーを持ってくるところに愛を感じますね。そうそうそう。やっぱね、ラスト問題はこれだろうって思う。なるほどね。ね、適当に見えて いっちゃって愛情深いんですね。まあね、よく言われる。じゃあですね、この後はよく言われるかは置いといて、はい、この後はですね、また絵心ゲームをね、みんなでやりたいと思いますが、一旦その前にこちらをどうぞ。
やっぱり上向くとね、コケコッコーとね、トサカのようになってます。あ、私先にコケコッコーと言っちゃったんですけれどもね、ここで一発モノマネをしていただきたいと思います。モンド君のニワトリのモノマネまで3、2、1、どうぞ。意外とクオリティ高いじゃないか。やったね。そう、そういうのどんどん出していく。OK？Okay。 あね、番組ご覧の皆さんには伝わっていると思うんですけれどもね、あの彼すごくおとなしいというね感じであの伝わってますので、でも実は目立ちたがり屋らしいんで、もっとね私たちが引き出していきたいと思っております。じゃあね、ここらでちょっとね絵を見てみたいと思いますね。リカさん時間大丈夫ですか、ところで時間を分かっていなかったというハプニングが起こってしまいました。今ね、でも3分、だから40分までねちょっとやってみたいと思います。失礼いたします。あのね、ちなみに前回の優勝者ってショウ殿だったかな。そうです。もうショウ殿、前回の優勝者ということで、もう早速ですけれども、かなり絵のタッチが素晴らしいですね。ありがとうございます。ちょっとね、中身はまだみんなに内緒なんですけど、もうなんかもう足組んで、もうこの片手でねこう描く感じがもうチャンピオンの匂いがしてきましたけれどもね。そうっすか。続いて西庵。お、西庵、意外と可愛い絵を描くんですね。いや、あの前のね、あの反省を踏まえてね。なるほど、前の反省って何ですか。前、あの、やっぱ子供に人気なのはね、可愛い絵なんです、うん、あー、なるほどね、はい、か確かに確かに。まあこれね、後で言おうと思ったんですけど、実はですね、今こちらのテレビをご覧の皆さんに投票をしていただきます。誰の絵が一番うまいかというか、まあ好きか、一番いいと思う絵に投票していただきますので、そのためにですね、子供に好かれる絵を西庵は描いているわけでございます、はい、さあ、いい感じじゃないでしょうかね。でもさあ、そしてモンド君。なんだいちょっとちょっとね、なんでバラン、あの別にこうつつけるわけじゃないんですけどもね、はい、うん、という感じでございます。ちょっと大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、まだね、こっから挽回のチャンスもありますから。さあ、あとですね、いやいやいや、皆さん4分ほどでございますけれども、ここらでね、ちょっと私のモノマネを挟みたいと思いますちゃんとね、あの評価してくださいね、書きながらも。はーい、さっきドラえもんということが出ましたので、ドラえもんのモノマネをやってみたいと思います。ドラえもん、ダイヤにいじめられたよ、ドラえもん。おおおお、今日もいじめられたのか、のび太くん。はい、ちょっとね、怒られそうなんで、この辺でやめときます。のび太ありがとうございました。それではですね、あと3分といったところで、ここで先ほど言っていたあることをぶっ込みたいと思います。皆さんですね、書いていただいてる紙の左上にちっちゃい四角を書いていただいてるんです。本当だ。そこに何を書いていただくかというと、と自分の自画像を描いてください。マジですか。まあね、投票していただくときにですね、誰が描いたのかすぐ分かるようにね、まあ絵描いたらね、大体サイン入りのものが多いと思うんですけど、自分の顔と、まあ、名前をね簡単に描いておいていただきたいと思います。それを踏まえてあと2分30秒、 GO！ あと2分30秒、さあラストスパートに入ってくださいね、皆さん。色間違えたな、色間違えた。まあ黒しか使ってないんですけどねちょっと暑すぎて頭がぼーっとしてきたんでしょうか、ショウ殿ね。まあでもね、ショウ殿は何でもできるというイメージがね、皆さんにもついてると思うので、何でもできますよ。ここまでちょっとね、折れてほしいなみたいな、あの個人的な願望もあるんですけどね。モンマッチって、そうか、そうか、え、何でもないです。ちょっとモンド君ね、意外と意外でした。はい、いや結構自信あるんですよ。さあ、そしてね、ちょっと待って、皆さんね、お題の絵よりもちょっと自画像がやばいんじゃないかっていうね、今感じなんですけどね。おっと、まさかの翔殿がこの時間あと2分切ったところで2枚目を書き直しをしております。大丈夫なんでしょうか翔殿。多分こんな時にいっぱい喋りかけていいですか。いいですよ。おお、ちなみにこれは何ですか。似てるな。これは何ですか。これは何ですか。耳ただ邪魔をしているので、ありがとうございます。邪魔をね、ちょっと翔殿がチャンピオンばっかりは悔しいかなと思う。前回私ね、滑舌チャンピオン、初めてチャンピオンになったんですけどね、西庵に今日は翔殿がいないからだよって言われて、クソってなったんですよね。なのでね、ちょっと今回もチャンピオン持っていかれるわけにはいかないんです。ちなみに皆さん、私 MC ですけれども、私も実はですね、事前にあの絵を描いております。もちろん公平にあのみんなと同じ制限時間で描いてますので、それもぜひ投票してください。モノマネ加点もつけていいですよ。というわけで、言うぜ。あと皆さん、なんとですね、あと15秒。なんだと
間もそろそろ尽きてきたというところでですね、あと10秒9、8、7、6、5、4、3秒前、2、1、ストップ。はい、ペン置いて、ペン置いて。はい、はい、あの皆さんのストップと同時に私の靴下もちょっと脱げちゃいましたけどね、そんなことはどうでもいいんですが、さあそれではまずは一斉にオープンしていただきましょう。見えますかね皆さん。大丈夫です、はい、画伯たちどうぞ。でーん、どやどや。ちょっとまあね、ちょっとまあおいおいをいじるとしてまあまあまあ、じゃあ順番にちょっと見ていきましょうかね。はい、こちらじゃあちょっと、ね、前に、はい、はい、前回チャンピオンのショーナのいやーこれちょっと素晴らしいんじゃないですか。本当ですか。ちょっと2分くらいの時に書き直しちゃいました。まあ戯れてるね、あの楽しそうな親子パンダ親子ということで、はい、すごく楽しそうな感じが伝わってくるかと思います。はい、います。ちなみにこの自画像はあのすごい可愛い感じで、あのお目目がクリクリしててとてもいい感じだと思います。ありがとうございます。なんかツッコミどころを探したんだけどな、ちょっと悔しいけど。あ、まあ、これ自分でアピールするポイントは、あ、ちょっとそれはね、最後にやってきますので、ね、うまいですね。ありがとうございます。はい、そして西庵。えいよ。はい、さあ、子供たち、みんな、僕の絵だよ。ちょっと待って、これあの、お題はパンダなんですけど、これちなみに何の動物ですかね。あ、パンダです。あ、パンダということで、どこをどう見てもパンダじゃないですか。なるほど、なるほど、はい、これはパンダということでね、うん、確かに確かに。パンダってこの眉毛長かったですかね。あ、これ眉毛じゃないんで。あ、眉毛じゃないんですか、はい、これ模様なんで。模様、はい、パンダの顔に模様あったんですね。そうそうそう、模様あるんですよ。なるほどね、はい、へへへへ。ちなみに何してるとこですか。これですか。いや、戯れてるじゃないですか、どう考えても。なるほどね。どう考えたって子供と、あの多分構造的にはあのお客さんが写真を撮るときにポーズを撮ってくれたんですよ、この親子は。なるほどね。なんかちょっと私にはこの辺にいるのでね、カンガルーの親子にも見えなくもないんですけど、パンダということでね、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、投票前ですからあんまり言うの。私ね、あの西庵ね、自画像描いてるんですけど、なんとトレードマークのメガネがないというところでね。まあトレードマークじゃないんで僕。あ、トレードマークじゃないですか。はい、メガネ外してる時が多いんで僕。本当ですか、はい、オープニングでもなんかこんなことしてなんかパーとかやってるから。そうまあ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 、ほどほどかな。まあまあ似てなくはないです。はい、ありがとうございました。さあ、そしてモンズくん。はい、電動だ。あ、ちょっと待って、どうだ、ちょっと待って、何あの本当に意外だったんですけど、もうちょっと描けるかなと思ったんですけど、こちらドンだー。何ですか、うまいじゃないですか、これ。ちょっとさ、これ広くないですか。あのパンダですよ。まあ、あのね、投票してもらう方はあの好きなやつをやってもらえばいいんですよ。ただこれ私のあの個人的なあの見解ですので、ちょっと何ですか。子供あのお母さん、これお母さんですか。そうですよ、お母さん抱っこしてるんですけど、うん、その抱っこしてる手と体がね、なんか空中に浮いてるんですよ。なんかハンドパワーで子供浮かせてるみたいなね。はい、なるほどね。ちゃんと弾力があるんですよ、パンダには弾力がある。全然意味が分かんないですけどね。しかもこのパンダのね、顔のあのこの目と耳が黒いのは分かりますよ。なんかね、ここあの左頬だけあのなんか中からあんこが出て、なんかアンパンマンみたいなね、ここだけどうぞみたいな感じになってますけど、それはなんか子供に食べさせてあげたんですか。違いますよ、これ模様です。模様。ここの肩も欠けてますね。欠けてないですよ。欠けてない、模様です。模様。なるほどね、西庵の眉毛みたいな。西庵眉毛描いてたの。まあ、聞いていなかったですからね。はい、ありがとうございます。これちなみにこれは、これ石ですよ。石。あ、石ね。石。あ、ちょっとトサカのね、自画像を描いていただきました。そう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 、ありがとうございます。言っちゃえばいいじゃないですか。はい、アピールもそのまま言っちゃえば。ちなみに、あ、ごめんなさい、ちなみに私もね、私も実は書かせていただきましたんで、8分でちゃんと書きましたよ、ちゃんと制限時間。最初5分じゃーん、チェイ。あのね、時間が足りなくてね、この辺ちょっとなんか髪の毛みたいになっちゃったんですけど。ね、あの手がこっち黒で白になっちゃったっていう言い訳から入ってますけどもね、戯れてる親子ということでね。はい、ちょっと笹が難しかったので、トンボみたいになっちゃいましたけど、はい、ありがとうございました。というわけでね、はい、あの投票しても、あの今まで私がわーって言っちゃったんですけれども、うん、あの投票していただきたいということで、制限時間10秒ずつ与えますので、10秒、皆さんラストのアピールをお願いします。ではショートラから。あらまー、10秒か。はい、よーい、スタート。パンダということで、最初色を違う風に塗ってしまって、ちょっと描き直して残り2分でやったんで、ちょっとあれなんですけど、手の、 あの黒い部分がちゃんと合ってるっていうところが自信です。よろしくお願いします。はい、次。見事10秒でしたよ。
あら、見ろよ、みんな。これがパンダだぞ。これで、1位取りたいんで、よろしくお願いします。じゃあ。はい、次。はい。みんな準備は結構短いからね。いいですか？はい、どうぞ。パンダといえばやっぱり笹ですよね。笹を書かずしてパンダとは言えませんのでね。ちゃんと書きました。投票よろしくお願いします。パンダ、パンダ。うるさい。はい、ラスト、私も。はい、楽しそうな親子ということで、笑顔がポイントです。サラピカも笑ってるということで、仲間に入れてください。よろしくね。はい、以上でございます。はい、ミュージアムの玄関とか、あとどこに飾ってくれるんですかね。うん、まあ、皆さんの目につくところに、飾られると思いますので、素直にいいなと思った絵を選んでいただければと思います、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、なかなか皆さんね、なかなかの才能をお持ちでしたが本日はですね、私たちお芝居を中心にこの番組元気を発信していくというものなんですけれども、お芝居をね、皆さんにお届けしようと思っております。で、ちょっと今日全員やるのは難しそうなので、2人、翔殿とモンド君にですね、はい、今日はちょっと何かやっていただこうということで、はい、では翔殿からお願いします。あ、はい、じゃあモンド君からね。あ、確か、お願いします。何をやってくれるんですか？ナレーションです。お、ナレーションをやります。ナレーションね、はい、楽しみです。ちょっとメガネ邪魔なんで、はい。では早速、もっと前に行っていただいてね、皆さんにどうすればいい、こうすればいいかな。カチコンしますね。はい、よーい。ワインと料理の組み合わせ。さあ、料理が用意されました。さて、どんな料理と合うのでしょう。この料理にこのワインというルールはありません。一般的に魚料理に白ワイン、肉料理に赤ワインと言われていますが、相性を一口で言えば、味の淡白な料理にはさっぱりしたワイン、濃厚な料理にはコクのあるワインが合うと言えるでしょう。長い経験から生まれた一般的な傾向を紹介しましょう。オードブルには白ワインがよく合います。天ぷらには酸味の効いた辛口の白ワインが、素材の持ち味を生かした和食には極辛口の白ワインが、ホワイトソース系の料理にはコクのある白ワインがぴったりです。また中華にはロゼワインがよく合います。淡い味付けの肉料理では軽い赤ワインが、濃い味付けやスパイスの効いた肉料理では強いコクのある赤ワインがよく合います。あなたなりのワインと料理の相性ノートを作ってみるのもいいかもしれませんね。まずはワインと料理の組み合わせをあまり堅苦しく考えずに、ワインと料理を楽しんでください。はい、以上ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張してんじゃねえよ、まったく。さあ、それでは次行ってみたいと思います。ショートのお願いします。絵本を読みたいと思います。絵本やったね。グリとグラピーターラビットです。ピーターラビットのずるい猫のお話というのを読もうと思います。ずるい猫だぜ。どういうこと？ではよろしくお願いします。ずるい猫のお話。ずるい年寄りの猫がいて、ネズミをお茶に呼びました。ネズミは上等の服を着てお勝手口へ降りてきます。お茶は台所で呼ばれることになっていました。ご機嫌いかが、ネズミさん。どうぞこの椅子におかけください、と猫は言いました。まず私がパンとバターをいただきますわ、と猫は言いました。その後でネズミさん、あなたは残ったパンのかけらをあがってくださいね。これはお客に対して失礼なやり方だ、とネズミは心の中で思いました。では私お茶をいただきますよ、と猫は言いました。あなたはミルク壺に残った雫を全部舐めていいですよ。さてその後で私はデザートをいただきます。きっとこの猫僕をデザートに食うんだぞ、来なけりゃよかった、とネズミは思いました。猫は壺を逆さにし、
一番そこまで舐めました。なんて欲張りな猫でしょう。ネズミのために一滴だって残したくなかったんですね。ところがその時、ネズミはテーブルに飛び乗って壺をドンと突きました。壺はするりと猫の頭にかぶさってきっちりはまってしまいました。猫は壺のきっちりはまった頭を振り立てて、バタンバタンと台所中を駆け回りました。そこでネズミはテーブルの上に座り込み、コップでお茶を飲みました。それからマフィンを袋に入れて家へ帰っていきました。ネズミはマフィンを一時に全部平らげ、お腹がはち切れそうになりました。これでこのネズミのお話はおしまいです。それから猫は頭をテーブルにぶつけて、やっと壺が割れました。それでこの猫のお話もおしまいです。はい、おしまい。というわけでした。はい。よしょ、違う。ピタラビット。なんか普通に聞いちゃいました、ね、ありがとうございます、はい、皆さんもね、巻き戻しとかして、はい、ぜひ聞いていただければと、はい、お休み前に、はい、お休み前に、ね、お母さんに呼んでもらったらいいですさあ、はい、あのちょっとね、時間が少しありますので、西庵さん、西庵さんがですね、ちょっとモノマネをやりたいと、どうしてもやれって言われた。さすが西庵。やれって言われたんですけどね。なに、モノマネですか。はい、はい、じゃあ行きます。六角さんの真似。お、似てる、すでに。ここは殺人現場のようですな。いや、ここにもないとなると、杉下さんに聞いてみないといけませんな。はい。いや、結構似てるかもしれない。うん、あの誰も突っ込んでないけど、ダブルメガネっていうね、さっきモンド君がかけてた。あ、本当だ。いや、気づいてしまったの。今気づいた。今気づかれましたか。モノマネのためにかけてるのかと思った。いや、でもなんかね、見た目もちょっと似てましたよ。ありがとうございました。はい、ちょっとね、私も実はやりたいですけど、ちょっと時間があれなもんでね、告知行きたいと思います。だよ。それでは、モンド君から、はい、番組のホームページお願いします。お願いします。デデン。ユーストリーム番組、ありがとうロードプロジェクト、毎週土曜日13時から生配信中です。Google さん、 Yahoo さんからありがとう道と検索していただければ出ますので、ぜひ見てください。イエーイ。はい、はい、お、お、よし、じゃあ、はい、行きます。はい、すいません。はい、ユーダンブラム社第19回公演、入居者募集緑草、毎日なんだか大騒ぎ、はい、こちらに、出させていただいて、出させてもらいますので、どうかよろしくお願いします。はい、場所は新宿スペース107、いつも、劇団21世紀フォックス、僕らが立ってるところですね、でやりますので、8月22日から25日ぜひ皆様お越しくださいませ。はい、はい、いきますよ。あざす。なんか、結構暗かったね。じゃあ、各自の告知いきたいと思います。はい、はい、私、ゆうさら、アメブロで、サラピカ日記をやってます。そして、ツイッターは、@サラピカスマイルで検索してください。まだまだ、フォロー数がね、ちょっとビビってるものなので、ぜひ応援してください。ありがとうございます。はい。はい、はい、どうぞ。はい、いきます。モンマヨーです。ツイッター、フェイスブック等やっているので、フォローのほどよろしくお願いします。はい、はい、みんな疲れてきた。そんなことないよ。違うんだよ。そんなことないよ。はい、ツイッターやってます。@西高0326です。まあすごい面白いことをつぶやいてると思うんで、よろしくお願いします。はい、
私ツイッターを作動すると言いながらなかなか作動できずにすいません。とりあえず今日はあのブログの宣伝ということで、私のブログチョコデキシ、この名前で検索していただければあの一番上に出てくると思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。しょうもないこといっぱい書いてますが、ショーってこんな人間なんだなっていうのが分かると思うので見てもらえたらと思います。よろしくお願いします。するもんな。するかな。近いか。近いか。そろそろね。そうだね。はい。そういうことで、はい、今日すごいあの最高気温があの今日すごい高いということで。何度？35度。明日もそうなんかもうだからここすごく蒸し暑くてですね、もうメンバー見てると汗が汗がすごいんですよ本当に。めちゃめちゃ汗かくやんみたいな。うん、もうむしろこれで汗かかないのどうよかな。そうね。もうあとみんなでプールにでも行きたい。行きたい、すごい行きたい。でもちょっと今年の夏まだちょっと水着着るにはお腹が。確かにね。ダイエット企画は。あ、ダイエット企画。実はでも待って言ったらやっちゃやらないといけない。やるんでしょ。ほらこれやってたじゃんさっき。あのですね、あのですね。なぜか本番中にですね、ここになんか健康教えてくれマッサージみたいなのがあるんですけど、全然くびれを作ろうみたいな、そうそう、くびれを作ろうみたいな、こういうのがあったんですけど、ずっとやってんじゃん。これなぜかなんかあのエリカさんがですね、旅に出る前に私のために用意してくれたので、そうだよ、これで痩せればね、苦労しないんですけど、私でもテレビとか見てたらちょっとこれね、あの大丈夫大丈夫あのちょっとダイエット企画はちょっと待ってください。あ、ただあの私ですね、昨日あのヘロキューのですね、あの、はい、縦稽古に行ってきまして、あの木刀を100回振るとか、あのいろいろやってきたんですけども、なんせついていけなくてですね、しかもですね、あの藤田さんにご指導いただいてるんですけど、あ、僕らもよく知ってる、そうですよね、はい、ネックスの人たちもあのちょっと太った後それは結構まずいぐらい太ってきてるから痩せろと言われまして、藤田さんに言われたからやるわけではないんですが、夏なのでね、はい、あのクルムダツさん、私進化しますまとまりました、はい、返事しますというわけですね、もうすごいここはすごい暑いところから熱気とともに元気をこうお送りしていこうってわけですけどね、はい、日本はもう湿気がすごいから、そうだね、外国はなんかカラッと暑いからいいっていう、確かに確かに、でもこのジメジメを吹き飛ばすくらいもう毎週元気にお送りしたいと思いますので、はいはいはい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、はい、そういうことで今週も、はい、大丈夫か？大丈夫か？大丈夫大丈夫、言うことない大丈夫。行こうとしちゃったけど。いけるんだよ。目立ってた、今日目立ってた。目立ってたよ。投票よろしくお願いします。はい、ズボン長いです。ズボン長いですから。じゃあ行ってみましょうかね、はいはい、それでは皆様今週もありがとうございます。西山I'm here